豆田でーす。今日はですね、私の最近のもう本当にお気に入り本気のやつです。お気に入りを紹介していきたいと思います。もう今月とかもうそんなレベルじゃない、もう本当に皆さんにとってもおすすめしたいものを、今日は紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。もう女性は常にこう肌荒れとこう密接な関係だったりするじゃないですか。まあ、食生活とかもね、もちろんあると思うんですけど、そんな中でも私が本当にすごい使ってよかったし、その肌の、ね、状況もだいぶ改善したよっていうものをちょっと紹介したいと思いますので、もしなんか悩んでる方いらっしゃったらぜひちょっと使ってみてください。最近飲んでるサプリメントがあって、それがね本当にいいんですよ。何にいいかっていうと、肌荒れニキビとかもそうですし、あと美白効果もかなりあるもので、すごい使ってますっていうものです。で、美白効果はもう正直さ、もういろんなものも皆さんも試してると思うんですよ。あの美白化粧水とか乳液とか、あの今皮膚科とかでね、あの白玉点滴があったりとか、まあ、いろんなものがあるご時世ではあるんですけど、やっぱり継続していかないとお肌とかってもうどうにもならないじゃないですか。でも、もういいものありますからもう紹介しますよ。はい、飲んでます。ちょっとね、飲んだことない人はもうちょっと飲んでみてほしい。あのびっくりするぐらいすぐ効果出ます。私今ね、実家に住んでるよっていう風にあの皆さんにもお伝えしたと思うんですけど、飲んであの1週間とかもしないうちに、あの家族からね、なんか顔白くなったねみたいな、お肌調子良くなったんじゃないみたいな感じで、あの本当にもう身近な人が分かるぐらいの効果が、ちょっと目に見えた効果が本当にすぐ出たので、これはすごいぞと思って、もうずっと継続的に飲んでます。こういうね、個包装になってて1日1本あの飲むんですけど、お腹が空いた時に、で空腹時に飲んだ方が吸収率がいいみたいなので、空腹時に飲んでます。お湯とかじゃなくてお水が一番いいらしいんですけど、あのね、これすごい効果的にはめちゃくちゃいいんですよ。やっぱり肌ツヤも良くなったし、肌のトーンも変わったし、あの肌荒れもしづらくなったので、すごくね、もうビタミン剤としてはもう本当にもうだからもう分かんない、粒のやつとか飲んであんまり効果実感できない人とかはこっちに変えた方が本当にいいと思う。私は Amazon のレポスフェリックの公式のあのショップがあるので、そこで買ってるんですけど、まとめ買い。ただね、もう一個だけ言えるとしたら、味がね本当に美味しくないんですよびっくりしちゃうぐらい美味しくないんです。こうなんて言うんだろう、飲む時に喉がぐっと熱くなるような、なんかちょっと独特な味なんですね。だからちょっとほんと好み分かれると思うんで、最初飲んだ時、え、これ飲んで大丈夫って思うぐらいちょっとすごいお味したんですけど、でももうね、慣れちゃえば大丈夫。なんかもしもう肌荒れ最近どうにもならないなとか、何か探いいのないかなって探している方がいらっしゃったら、ちょっとぜひ飲んでみてください。スキンケアもなんかすっごい肌荒れしちゃってて、なんか何使ってもこうさ、染みちゃう時期とかあるじゃないですか。これ敏感肌あるあるなんですけど、そういう時期は私はもうディープログラムを使ってました。完全にもう洗顔も、私今も洗顔ディープログラム使ってるんですけど、洗顔、化粧水、乳液をもうディープログラムに統一してました。落ち着くまではまずはそれを使って、落ち着いてからこの肌をこうキープするために別のものに移したっていう感じで、こうスキンケアをいろんなもの使ってみてます。スキンケアとあとヘアケアは、特にこう時期とか、あとはこうより良いものをこう常にこう探すっていう意味でいろんなものを買って試してみてるんですね。リニューアルしたコスメディコルテのリポソームアドバンスリペアセラム、美容液ですね。もう知ってますよって、もうそんなんもう腐るほど見てますって感じかもしれないんですけど、私使ったことなかったんですよ、あのコスメディコルテのリポソーム。アットコスメこの間行ったんですね。アットコスメ行った時に新しくなったんですよ、これはリポソーム。リニューアルして、なんかキャンペーンみたいなとかやってて、今もう本当おすすめですみたいな感じで大々的に出てて、いいものっていうかちょっと試してみたいなと思って、で使ったら、これさ、みんなよく見るからちょっと甘く見てる部分あるじゃないですか。この子はすごかった。何がすごいかっていうと、夜さ、こうやって、ああ、じゃあ帰ってきましたって感じで使ってみようと思ってさ、つけて、次の日の朝のお肌の状況がもうすごい素晴らしい状況だと、もうプリプリだし、
もう肌ツヤも違ったし、なんかふっくらしてたし、もう完璧な状況だったので、まあ、ちょっと高いなって感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、コーセーのちょっとあれ言ってサンプルだけでも使ってみてほしいなっていう美容液です。次最後なんですけど、これは、今までのこの2つも、肌荒れする男女問わず使ってほしいんですけど、ちょっと私肌質変わったなってぐらいすごいおすすめなので、男女ともに使ってほしいボディーバターです。この子もすごいです。ボディークリームを前もね、香り物の動画で紹介したりとかしていろんなもの使ってるんですけど、で最近なんかお気に入りの香水があって、それをつけたいからボディークリームにそこまで香りがついてないんだけど保湿力に特化しているものがすごい欲しいなっていうのがあって、でいろいろちょっと探してたんですよ。ちょっと寒くなってきたりとかして、肌が最近こうボディの方がなんか乾燥してるっていうか、もちもち感がなくなったなっていう感じがあったので、ラッシュたまたま行ったらこれすごいおすすめですよって教えてくれたのがこのストラスバウンティーなんですけど、ライムのね、こういう緑のクリームが入ってるんですけど、この中になんか真ん中ら辺にね、あの細かいなんかチーズみたいなチーズみたいな白いのが入ってるんですよ、いっぱい。何これって思うかもしれないんですけど、これバターなんですね。このバターと一緒にクリームを手に取って、こうバターを溶かすようにしてこうやって肌になじませていくと、すっごいしっとり保湿してくれるんです。ちょっとベタベタ感嫌な人はあんまりかもしれないんですけど、夜寝る前にこうしっかり保湿して朝起きると、もう肌本当にもうこういうところとか赤ちゃんみたいにプルプルなので、これはねちょっとね、そこまで高くないものなので、プレゼントにもいいですし、ちょっとボディークリーム探してる方にはちょっとすごいおすすめしたい一品です。これ私もリピ買いで、次はもうちょっと大きいサイズ買おうかなって思ってるんですけど、やっぱ肌がねちょっとでプルプルのだけでね、こうやってなんかちょっと触った時に、あーすごいしっとりってなんかね幸せな気持ちになれるんですよ。だからね、そういった意味でね、こういうものをどんどん活用していくのは私は本当に大正解だと思ってるので、これはちょっとあのボディクリーム試してみたいけど、なんかちょっとマニベアでいいかなとかさ、なんか何使えばいいか分かんないかなっていう方にも使ってほしいですし、強い香りがついてるものじゃない方がいいなとか、軽い香りがいいなっていう方はストラスバウンティーすごいおすすめなので使ってみてほしいです。はい、ということでおすすめ3品今回は紹介しました。全部ねおすすめですし、使ってみてほしいし、やっぱり私と同じような、ね、悩みを抱えたりしている方もいっぱいいらっしゃると思うので、一応全部 URL を下に載せておきますので、そこから買ってもいいですし、直接ねこうやってお店に出向いて試してみるのもすごくありだと思うので、ぜひ使ってみてくださいはい、ということで今日も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。